はい、皆さんこんにちは。ハレイラクローズの津村です。ご視聴ありがとうございます。ハレイラの細川優也です。始まりました第46回 MTG 対戦バラエティハレイラコンバット。はい、今回は最近大会の実況をしてくださっている優也さんこと細川さんと僕でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、優也さんは環境偉人戦でトップ8に残ったりしてるので、今回のフォーマットはスタンダードで行ってみようかなと。はい、はい、いうことで。いやいや、言うて津村さんの方がスタンダードやってると思うんで。いやけど僕最近ちょっとその MOCS 選手出てて、そういえばそこまでずっとモダンしかやってなかったんで、まだスタンダードこれからやる感じなんだけど、ね、しかもなんとその連勝成果出て優勝ということで、もうはい、ちょっと今日僕スタンダードしか持ってきてないんですけど、モダンだった人に大丈夫ですからもう来月プロツアーが控えてるんで、はい、そろそろスタンダード本腰でやっていかなきゃいけないなということで、はいはい、ドミナリアが入って結構環境が大きく変わったということで、前の環境全然いなかった時たくさんいますよね。カーンとかなかったですもんね。そうですね、まあ、前環境は青黒とかいたんですけどね、はい、いなくなりましたもんね。結構僕騎士デッキが好きで、はいはい、今日何使いたいですかって言われて騎士デッキを早速お出して騎士デッキを持ってきてもらったんですよ。はい、ただ騎士デッキちょっと今日使うデッキは騎士が4匹しか入ってないんですよ。僕としてはこれ白と黒両方入れてほしいんですけど、ちょっと今日は黒しか入ってない、はい、できれば8ナイトにしたかったんです。8ナイト、はい、それでは早速じゃあ対戦の方に行きますか。え、3、あ、出ちゃった、はい、先手でしょ。もう早速ね、僕がなぜポーカープロと言われているか消えるはいです。模範的な作り手、ですね、まさか模範的な作り手がフルスロットルフルスロットル、終わりです。アズカンタ、アズカンタがキラの死に、やばすぎるで、言います。反対に17で終わりです。17、これをとっくに置いて勝てるのかな。置くしかないか、置きます。で、はい、ありです。どうします。X1 で X1 消えました、はい、で、先頭入って B8、はい、して4して4点13、やばすぎる。終わりです。U8、はい、強いけど弱いんだよな。落とします。お、テフェリーテフェリーをテフェリーを落とします。終わりです。新カード、えっ、なりやし、やばすぎる出ました。おお、出ましたすじゃあ、ただ先頭に入る前、はい、入っちゃダメですか。入っちゃダメです。あっ、ちっちゃくしたいと、ちっちゃくしたいです。大丈夫です、消えて、じゃあ1-1のまま、はい、1点、12で終わりです。メダリアシやばすぎる、マジで言わず、はい、あ、これはダメだ。ありです。あ、もう行かれる、これ。じゃあどうして、テレビの話をして、すっ、やばすぎる。で、攻撃宣言、はい、3点ですか。3点、はい、9、ベドリアーシまたいいでしょう。じゃあ誘発しておきます。引かなきゃいけないカードが多すぎる。サイクリング、サイクリング、5枚か、あと2枚、あと2枚、よし、落とします。はい、終わりです。終わり、終わりです。これはこれは、例えばどうして、バババン、サミナリのになって抜いて、はい、しかし、しかし流れてしまう。9 9です。一応これで9点、それで一応チシエはあります。
とりあえず攻撃宣言いってみます。はい、いいんですか。いいです。ほっ、ここ3枚ですか。はい、じゃあ3枚なるほど、1体除去られても8点入るようにしたってこと。あ、いや、あの一応あれに引っかからない。何でしたっけ、2マラのタップ除去。ああ、あれですね。ここを行くと、はいはいはい、これがいかれて4発点しかないんで。なるほど、封じ込めキャラ、はい、セトル強いな。オーケーで、第2フェーズで、うわー、ポーカーポーカーがで、終わります。そのままでドローします。そのままそのままで変身です。終わりです。終わり、終わりです。ブルー巨人なんでしょう。で、ドローして、これが2になって、はい、また出てきて、もう1個が、はい、攻撃宣言、はい、いいんですか。いいです。じゃあ、おうかな、思い切って、思い切って大きく振りかぶって大きく振りかぶってだー、セトル。どんだけ流されんの、流されこの間それ打ったら、あのディディアナのお兄さん出てきて、あ、すごい、確かに出したい。漂着から出されて、うわーと思いました。コンボ、あー強い。プラス、プラスですか。す、すうん、じゃあたかりあげます。たかりあげてください。はい、これが、はい、はい、1、終わりです。終わり、終わりです。じゃあ最新ドローして、はい、で、してプラス、はい、プラスで、はい、じゃあ何度あります。こう見せる、はい、これが4なんですね。4、3、 4、 3、 4、 3、 4、 3ですね。こっち、あ、まさか伝説のプッシュですか。死んでほしいと。墓地はバリスタだけ。バリスタだけ。あとは最後のゼノリアさん。なるほど、バリスタだけか。じゃあもう一回、もう一回使うとこないですか。死んで、じゃあ4点。4点です。5です。で、終わりです。終わりですか。かんねなん、はい、終わりです。じゃあ終了して、はい、戻したいです。はい、で、アンタップします。はい、お、ライフが5。5です。いい勝負に見える実際かなりいい勝負です。とりあえず攻撃戦、はい、5、5か。2です。2、いい感じちゃいますの、これ。いい感じっすね、これ。手札もそんなにない。2枚です。2枚。いや、いい勝負ですよ、リスタ。直接火力がどんくらい入ってるかなんですよね、バリスタが。バリスタあんま入ってない。あんま入ってないですよね。ナイトじゃないですか確かに、なんといっても構築物なんといっても構築物。いや、こいつもか。構築物デッキです。構築物、まあ、ちなみに僕勝手にナイトって言ってますけど、なんか巷では白黒着たいって思ってる、はい、ナイトレスはなかったっていう勝手に僕のイメージでそう呼んでたけど、攻撃力難しいですね。どうしようかな。マイナスか。はい、マイナス。じゃあトークンが、あ、いや、こっちです。あ、そっち、はい、大丈夫です。出ねえわ。よし、いやー難しいな。はい、出ました。さらにヒランのシーン。ヒラン手札は1です。1枚。ヒラン完成されました。うわっ、まずい。完成されました。で、終わりです。はい、
それはブロックしまった方がいいから片方がこっちで、いや、これだけ片方、はい、はい、終わりです。プラス、はい、お、はい、そっちで、はい、出ました、起動します、はい、預かった、はい、こっからあー、ないないないやばい、ないそんなバカないあー、コーヒーなんだと、ちょっと見てもいいか、いや、うん、いや、カーンマイナスにやばいか、どっちもカーンで壊れました、終わりです、でどうしよう、はい、誘惑で攻撃宣言、はい、都合3回目のあるのかな、多分もうなさそう、もうないっすか、ない、お、つきましたね、よし、ライブラリーが薄い、あー初期ブロック、出ました、で、X が1、2、3、4、5、4か、4、本体負けましたな、すごいな、結構粘り強いですね、そう、粘り強い、言うだけあって結構粘り強いですね、期待ってなんか昔からあれですよね、攻め方がちょっと多角的な攻め方をしますよね、ほうざいベナリアシとか先手あったらキラの信号なんかに対処できるんで結構やりますね、こいつもいい、いいっすよ、こいつは、こいつは排斥とかに強いんで、もうぜひともおすすめの1枚です、みんな3枚入れましょう、まあ、基本的に自分から攻めていくことも増えるんで、サイド後は打ち消しをちょっとずつ抜くのと、まあ、あとはこれとかは多分抜いてるだろうというですね、ちょっとアグロなカードという想定で、はい、こちらサイドアウトしたこちらの8枚になります、なんとなく、まあ、これだけちょっと残したいんですけど、まあ、それ以外は、まあ、このマッチはいらんかなみたいな自然な感じで、サイドにするのがこちらの8枚、はい、まあ、基本的には対戦でやりたいことをやらせてる段階と、まあ、なんとなく役に立つであろう、まあ、エンチャントいっぱい入ってますからね、アズカンタは抜いてるかもしれないですけど、あの、こちらのクリーチャーを追放したりするカードがいっぱい入ってるので、あとは長期戦に備えてやったる、くっ、ま、マリガン、こちらキープですげえな、やっぱ強えな、期待と撃はさあ、こちら7枚でキープでいい感じですね、もうこれが期待、ちょっとこいつだけあー入れちゃったみたいな感じですけどきっと大丈夫やばすぎる、これでふっ下に置きてね、はい、はい、はいです、はい、はいです、強い、3点10度だ、はいです、はいです、金額して乗って、13点です、で、セットに出して終わりです、あ、全然高井は殺したくないよね、殺し方ですね、持ちに落とすのよ、ちょっと、はい、です集約したかった、高井は OK、 出ます、じゃあ、誘発しました、はい、一体一体で、はい、終わりです、あ、ドロー、排斥、はい、排斥で、まあ、基本キラーで、はい、さあ、さっきは凶悪、やばすぎる便利便利あ、いっぱいある、ほんといっぱいもらえすぎる、はい、
さっきはこれをケアしたんで。ハンデスルするとケアの必要なくなるんですよ。いっちゃおうかな。いっちゃおうかな。いっちゃおうかな。はい。じゃあ、食らいます。3点で。出たー。じゃあ、白黒に。終わりです。ハンドがない。やばすぎる。で、こういうふうに。はい、いいわ。いいはずです。うわっ、びっくりした。ちょっと青巨人だけは。青巨人じゃなかったです。じゃあ、2。あ、3点。3点。4。4。終わりです。4。手札破壊。手札破壊。大最悪。大最悪。名前をちゃんと覚えてきた大最悪。いや、今読みました。大最悪。じゃあ、ここに。お配置を。足りねえ。言ってたらない。1です、1。で終わりです。青巨人聞いてくれ、頼む。負け。こううざいですね、こいつら。こううざい。はい、というわけでお送りしたアレリアコンバットいかがだったでしょうか。はい、今回僕とゆうやさんが対戦したんですけどね、はい、普段、2人で神挑戦者決定戦という大会で解説実況をやらせていただいておりまして、はい、最近実況やらせていただいておりますが、はい、今週末5月13日日曜日第11期ヴィンテージシン挑戦者決定戦が開催されます。最初、ヴィンテージシンができてからずっと森田さんという方が神を、継続してたんですが、ついに森田さんを破る新たな神が現れたということで、飯野さん、はい、今回は解説はヴィンテージシンの飯野さんに、務めていただけますので、放送もよろしくお願いします。はい、さらにですね、今日スタンダードやったんですけど、今月末5月27日に、第11期スタンダードシン挑戦者決定戦がございます。楽しみ。スタンダード今すごいですよね。今日のデッキも楽しかったんで、もっと詰めていきたいなと思いますけど、見られるカード満載で、そうですね、今日めちゃくちゃ活躍したベナリア氏、これ僕かなり好きなんですけど、はい、トークンが出てちょうどいい感じです。いや、ちょっと凶暴ですけど。いや、これはすごいいいカード。今回の動画が良かったと思ってくださった方はコメントやチャンネル登録シェアなどしていただけたら幸いです。意外と僕たちコメント読んでるんで、ちなみに僕かなりっていうか全部読んでるんで、先週の松岩参加に嫉妬してるんで、松岩大好きってなって。じゃあ今回つむら大好きってコメントをじゃあお願いしたいと思います。それはそれでちょっとなんか戸惑ってしまうんで、いつも通りコメントしていただけたらなと思います。はい、はい、というわけで今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。